はい、では3つ目のセッションですね。ガバナンスとセキュリティのお話をさせていただきます。私、久保と申します。普段は、Azure などの、クラウド周りの、お話を、担当をさせていただきます。で、内容に関しては、Azure ガバナンスのお話と、さっきちらっと名前が出てきた Azure Sentinel のお話です。で、時間をしてますので、とっとと進みます。先ほどの、図でいうと、この青いところですね。ここの範囲になります。で、ガバナンスって何なのっていうのを説明しようと思ったんですが、相当時間が押しているので、要は正しく実行してたら、将来的に不要なコストと労力を回避することができますよ。っていう観点で、ガバナンス聞かせましょうというお話ですね。で、今なぜガバナンス言われてるかっていうところにいろいろ背景があると思ってるんですね。で、例えばデジタルトランスフォーメーション、DX と呼ばれてるようなところの、どんどんデジタル化していきましょうねっていうところの圧力があったりとか、で、それ推進するにあたって、スピードアップしないといけませんね。最初のコマルの話にもありました、ちょっと悪い言い方すると、他社出し抜かなきゃいけませんねであったり。もうとにかくリーンスタートアップしていきましょうね、どんどん改善していきましょうねであったり、で、その手段として、DevOps が取り沙汰されるようになったり、そういう背景があるんですが、それら組み合わせて悪い方向に行くと、無秩序に拡大するクラウド環境、いわゆる野良クラウド、勝手に開発者がいろんなところに、環境を作ってしまうみたいなことが最悪のケースです。で、そうならないようにするために、皆様、いろんな管理されてると思います。この中に、いや、自分全然もう勝手にバンバン、AWS も Azure も GCP もアリバも、環境を、作っちゃってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？多分みんないませんよね。で、大体の方は、申請書を、クラウド管理者に上げていたり、それのチェックシートを出してますよっていう、管理の仕方されてる方多いと思います。で、ただ、デメリットとして、だいたい負荷が、増えていきます。で、これ、どの役割の担当者さんも、負荷増えてると思います。もう政府が全然こう IT 人材不足だよみたいなこと言ってる中、どんどん手ばっかりかかってスピードが、落ちていく。っていうのは私も非常に身に覚えがあります。で、時間が経つと最悪なことにどんどんルールが増えていってしまい、どんどん形骸化していき、結局なんかインシデントを起こすやんけみたいなことは私も目にしてきています。で、じゃあそれに対して一つの理想形って何なんだろうって考えた時に、ワークフロー的なお話じゃなくて、そもそも、ポリシーに沿ったことしかできない。開発担当も運用担当も、ポリシーに沿ったことだけスッとやると、決まった場所に、決まったデプロイがされ、管理者は、結果だけコストの管理だったり、ポリシー準拠情報のレポートを見るだけで済むようなことが、できたらとても楽です。っていうのが、一つの理想形です。じゃあその理想形に持っていくために、Azure で考えたときってどういうふうにしたらいいんだろうっていう話があります。で、コマルからちらっと出たんですが、Azure の場合、クラウドアダプションフレームワーク、クラウド導入フレームワークですね、日本語で言うと、が、あります。で、クラウド導入フレームワーク自体は、クラウドジャーニーのガイドというか、クラウドの歩き方というか、非常に流動の大きいドキュメントです。その中にガバナンスが入っています。このドキュメント自体、どういうビジネスをしたくて、なので、どういうふうにクラウドを使っていくかというプランニング。で、どういうふうに POC 検証して、利用レディーな状態にして、で、どう始めていくか、小さく始め、最初は小さく始めていく MVP の考え方です。で、そこからガバナンスを聞かせながら、最適化していったり、大きくしていったり、モダナイゼーションをしていったりしていくっていう考え方が、ここには書かれています。で、本日一番覚えて
置いていただきたいことです。aka.ms.caf の URL を打ってください。そうすると、このドキュメントが出てきます。で、その、CAF、クラウドマイグレーション、クラウドアダプションフレームワークのところに、ガバナンスの項目だけ出したいときは、aka.ms.caf すら gov で、出していただくと、この URL を打っていただくと、ここに直に飛ぶことができます。で、ガバナンスの項目だけでも、これ、なんだろう、下まで掘っていくと、だいぶ量があってですね、読むと多分2、3時間かかる量です。で、それちょっと細かく説明していくことは、とても、今日の時間ではできないので、まず、書かれている要点だけ、お話しします。で、CAF モデルからのアプローチは、まず、ビジネスのところからちゃんとポリシー作りましょうね。ポリシー作るのは何ですか？まあ、一番左側、まずビジネスリスク、リスク分析ですね。やりたいことに対してのリスク分析、皆さんも、されたことあると思うんですね。優先度と重要度を見ながら、このリスクに関しては回避しましょう、あるいは低減しましょう、あるいは転嫁しましょう、あるいは許容してしまいましょう、あると思うんですけど、それをじゃあ、Azure に載せるときに、実行可能なプロセスに落とし込みながら、どういう方法利用しましょうっていう、そういうポリシーを作っていきます。で、そのポリシー実行するための要素を5つに分けます。中段の5つのアイコンですね。コスト管理、あるいはセキュリティの、ベースラインの策定、あとは、リソース管理と、ID のベースライン、そしてネブロイに関すること。で、これらに分類したものを、クラウドのチームが、各々担当しながら、まるで、スポーツチームの中で役割分担をするようにやっていきましょうみたいなことが、この CAF のところには書かれています。で、今のお話、ものすごい概念的で、じゃあどうやるねんっていうところが、CAF のところからだけでは、ちょっと見えにくいので、そこを、一歩踏み込んでお話をしていくと、じゃあ、ツール使っていったらいいの？ Azure に何のサービスがあるの？それも標準のやつでね。っていうものをマッピングしたのがこちらになります。例えば、ここに出ているようなもの、総じて書かれているのは、今回関連するところですね。で、こういったサービス、ここで使えるサービス群を総称して、Azure Governance Services と呼ばれています。サービス群です。Azure Governance っていう単一のサービスがあるわけじゃなくて、この5つをまとめて Azure Governance と呼んでいます。で、まあ、ポリシー、Azure ポリシーに関しては、こういうリソースを作れないよっていう拒否のポリシーを活動できます。例えば、ディスク暗号化されないと作れないかとか、そういう、まず、できないことの定義ですね。で、次にある、マネジメントグループは、Azure のサブスクリプションをグルーピングできます。システム大きくなっていったり、組織大きくなっていくと、どうしてもサブスクリプション複数になってくるんですね。で、そこに対してガバナンス効かせるために、複数のサブスクリプションをグルーピングして、そのグループで管理しましょうねという考え方で、ブループリンツはそのポリシーやマネジメントグループに対して、どういう権限、どういうリソーステンプレートを作りますっていうのを定義できます。で、残り2つは、管理者が、その、Azure の環境を見るための2つの機能ですね。リソースグラフは、自身のクラウドのリソースがどんだけあるの？なんかいろんなチームがリソース作ってるんだけどっていうのを、検索することができたり、まあ、コストマネジメントはそのまんまですね。で、これら、少しお話ししてまいります。まずは Azure ポリシー、先ほど言いましたように拒否を、行いますっていうものですね。
で、もう本当に、これやっちゃいけない。例えば、このネットワークセキュリティグループ、ファイアウォール的な設定が、入ってないと、そもそも、リソース作ることができませんよだったり、リージョンを、特定できないようなサービス、コグニティブ系のサービスだったりとか、そういうのを、そもそも使えないくしておくとか、そういうことができます。で、既存の、デプロイメントパイプライン、Azure には Azure DevOps ってサービスありますが、そういったものにも、連携することが可能です。あとは、一部になりますが、自動修正も可能です。例えば、仮想マシン、VM の拡張機能を、つけておかないといけないんだけれど、つけてないままデプロイしようとしたときに、あ、これついてないねっていうことで、Azure ポリシーのエンジン側で付け加えることが可能です。はい、マネジメントグループですね、サブスクリプション管理。で、先ほど複数まとめることできますよって言いましたが、例えば皆様の、会社の組織に応じて、サブスクリプションある方っていらっしゃると思うんですね。で、あるいは皆様のお客様の、部門に応じてであったり、あるいは本番環境、開発環境、検証環境、複数環境に、サブスクリプション別々に分けてるんだよというパターンも多いと思います。でも、それらに対して権限だったり、ポリシーだったりを一つ一つ全部紐付けていくと、図に書いたらすごいメッシュ状になるんですね。で、それが多分管理しきれなくなります。というところで、じゃあもうサブスクリプションごとに、どういう操作できるかをまとめてしましょうっていうものがこのサービスになります。で、それらにさらに、リソースのテンプレート、例えば、お決まりの構成でこういう仮想ネットワーク上にこういう VM があってこういうディスクがついて、で、ネットワークセキュリティグループがついて、ロードバランサーがついてっていうテンプレート化で、することができますが、それに対して、一番最初のセッションに出てきた Azure AD での権限管理のポリシーだったり、ここでお話しした Azure ポリシーでの、制限事項であったりっていうものを、ひとまとめにして定義することができます。それが、Azure Blueprints です。で、これをもって、継続的に利用可能って書いてあるのは、いろんな環境に対して同じ構成、同じポリシーを展開することあるんですね。本番環境と検証環境で差異があったら意味ねえじゃんみたいなところにもちろん使うこともできますし、環境のアップデート、もう新しいアプリケーションの乗ったリソース、バンバン立てていくんだけどさ、みたいなところにも、適用が可能です。図にするとこんな感じですね。ブループリントの、配下に様々なポリシーが、くっついています。で、カスタムと言っているのが、皆様方で作られた、会社のポリシーに、相当するものになります。で、注目してほしいのはその上、ビルトインっていうものがあるんですね。Azure 側でもともと用意しているポリシーたくさんあります。プラス、それをの寄せ集めとして、サンプルとして、例えば ISO 27001用だったり、PCI DSS 用のサンプルがあります。で、それは、最小構成。で、そこにさらに本社の、作ったカスタムポリシーも追加して、で、権限、RBAC、ロールベースのアクセス管理ですね、も追加して、どういうテンプレートで、先ほど言ったような VM の構成であったり、WebApps の構成であったり、っていうものをひとまとめにして、デプロイさせるっていうことを強制することができます。で、これがもう検証されて、安全で、もうこれ使っていきましょうねっていう構成がこうやって作れたら、もう申請なんかいらずに、ボン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 と立てていける状態に持っていくことができます。で、管理者側としては、
どういうリソース今できてるんだっけ、どういう状況なんだっけっていうのをクエリかけて引っ張ってこれる、そういうアクセス、リソースグラフの機能と、コスト、お金かかりすぎてないよねっていうものをコストマネジメントから行うことができます。で、コストマネジメント、お金かかりすぎてたらちゃんとアラートあげますよであったり、マルチクラウドですね、GCP であったり AWS であったりの多件情報を見ることも設定すればできるので、そちらと、合わせて使うことができます。あとは、CSV で出力して、社内でレポート用に加工するみたいな、そんな機能も持っています。で、ここまでのガバナンスのお話をまとめますと、まずちゃんとポリシーを作ります。やっちゃダメなことのポリシー。で、どういう権限、誰が何を触れるか、あるいはどのアプリケーションがどういう操作をできるかっていう権限。で、Azure のリソース、VM であったり、Web アップであったり、ストレージであったりの、テンプレート。で、それらを組み合わせたブループリンツを作ります。で、それを展開すると、ポリシーエンジンが、ちゃんとそのポリシーに従ってるよねっていうところがチェックされ、で、もちろん、ポリシーに従えてないリソースがあったら、そもそも作成がエラーで、作成できません。で、管理者は、それをクエリかけて、今どういう構成になってるよねっていう、あるいは、どういうコストになってるよねっていうところを管理できる。という、申請だったり、今まで面倒くさいワークフローだったりっていうところを、極力抑えることができるような構成になると思います。で、ここまでの Azure ガバナンスのまとめですが、まず、クラウド利用ので全体の立て付けと戦略、そこから、リスクベースでちゃんとポリシーにしましょうね。で、それは CAF、クラウドアダプションフレームワーク、aka.ms CAF の中にも書かれています。で、そのガバナンスのためのツール、Azure ガバナンスの5つのサービスを使ってください。で、ポリシーテンプレート化して使っていくことで、継続的に利用できて、スケール可能な、環境というものを作っていくことができます。というところで前半の、Azure ガバナンスのお話でした。で、ここから後半です。セキュリティのお話と、Azure Sentinel のお話ですね。で、セキュリティ周りのところもちょっと概念チックなところはだいぶあるので、背景からお話しさせていただきます。最近の背景ですね。クラウドバイデフォルト原則、最近よく言われていますが、聞いたことある方どれぐらいいらっしゃいますか？はい、皆様はやはりお耳に入っているですね。政府の情報システムで、まず、最初に、クラウドのサービスの導入検討しましょうねっていうお話です。だからなんだっていうお話なんですけど、もちろんこんな状態になっているので、皆さんも非常にもう使われているでしょうし、お上がそうやってるんだからっていうふうに、ユーザーもどんどん引っ張られてきますっていうのが、今の状態です。で、そういう宣言が出された以上、情報システムの調達の基準なんていうものも整備されていて、で、先ほどちょっとしつこく言ってたポリシーの話です。Azure ポリシーじゃなくて、皆様の会社のポリシーです。っていうところにどんどん参考になるような情報が出てきています。例えば、調達基準の4.1のところでは、ちゃんとセキュリティ認証を取ったクラウドを使いましょうね。例えば、2のところにある CS ゴールドマーク、マイクロソフトの Azure と、Dynamics と、あと Salesforce さんが日本では取っています。例えばそういうところをちゃんと使いましょうねっていうお話であったりですね。で、その統一基準に関して、改定され続けながらあるので、これもそのポリシーの中に検討要素として入れていくと良いと思います。MVP の考え方として、小さく始めたとして、今後大きくしていくときに、こういうところからどんどん要素を引っ張ってこようねみたいなお話ですね。もちろん、リスク、金融
関連での、業界標準ですね。これも、Azure での、対応がされていますので、そんなものも参考にすると良いと思います。さて、で、ちょっとここから経路変わるんですが、そうやって作っていったシステムに対して、じゃあどうセキュリティの面高めていくの？これはガバナンスにも影響します。で、政府調達基準のところから、一番、範囲が広いだろうなという項目を引っ張ってきました。で、ごちゃごちゃ書いてありますが、端的に言うと、この辺ですね。よいしょ。取得したログを定期的に点検または分析する機能を設けっていうところが大事な一文です。どう大事かというと、大体ログって、監視、文字列引っ掛けて監視して、あとは取っておくだけみたいなこと多いと思うんですよ。いや、そうじゃない、分析せって書いてあるんですね。で、これどういうことで分析しろって言ってるかというとですね、例えば情報漏洩の被害例、去年2018年のやつ、大きいところをちょっとまとめてみました。で、非常に細かい表になってしまっているんですが、この原因ってなっているもの、皆様のお手元の資料を見ていただければと思います。いろいろ書いてありますが、大体が、基地の脆弱性での問題ですよ。っていうのが原因です。あ、ちゃんと対応してればよかったのに。で、基地の脆弱性ってログから結構対応できるんですね。先ほど福原からログアナリティクスにいろんなものを、いろんなログ履けますよっていうお話がありました。で、Azure 上のお話で言うと、ログアナリティクスを参照している Azure セキュリティセンターで、どのリソースにどんな脆弱性がありますよ、あ、パッチ当たってないですよとか、マルウェア対策のソフトウェアが OS 上に入ってませんよとか、Azure の設定として、なんかこれ、HTTPS 使ってないんだけどとか、そういう項目いっぱい出てきます。で、ものによっては、ポチポチと Azure 上で操作するだけで、その、指摘事項を埋めていくことができます。っていうところも含めて、クラウドサービスがデフォルトで行ってくれるようなログ分析結果をガンガン利用していくだけで、これら潰すことができる内容が多いです。ちなみに、それができなかった場合って、被害状況を分析してみると、統計上、下から2番目が分かりやすいですかね。1件あたり5億5千万ぐらいの、被害が出てしまってますよ。大規模なものを分類してみると。っていう、統計情報が出ております。さて、とはいえですね、今、Azure 上の話だけで言うと、セキュリティセンターが、いろいろ分析してくれますよっていうお話をしましたが、実際のオペレーションを考えると、Azure だけじゃないですよね。ちょっとここでものすごいちっちゃいんですが、オンプレ側のインフラだったり、アプリケーションレイヤーでのログであったり、あるいはモバイルアプリだったり、いろんなレイヤーでいろんな製品群だったり、既存で使っている、例えばシスコさんのシステムだったりとか、いろいろあると思うんですね。で、それらに対して、じゃあ全部脅威を検知して、そもそも脅威自体がずっと増加し続けているのに、で、アラートの対応をして、運用して、改善して、っていうものをやっていくのって、年々辛くなっていくはずです。というか、私も非常に身に覚えがあります。で、マイクロソフト自体もですね、実は結構いろんなレイヤーで、各々いろんなことをしてしまっています。このスライド自体は、マイクロソフトはいろんなレイヤーでやっててすごいですよっていう文脈のところから拾ってきたんですけど、実は私が言いたいのはその逆で、なんかこう、Office 365の、スレッドプロテクションもあれば、Windows のやつもあれば、Azure AD だけのものもあれば、セキュリティセンター、Azure のセキュリティセンター、Azure クラウド上のお話もあれば、
なんかいろんなレイヤーでいろんなことやってるよね。しかも管理ポータル別々だし、みたいな感じで、ちょっとなんかいろいろ多すぎね、要素が。っていうふうに思っています。で、実際多くてですね。で、それらをうまくまとめる必要があります。で、それが、そのために出てきたのが、一番下に書いてある、Azure Sentinel です。まあ、その下にはさらに、Azure のセキュリティセンターだったり、M365 のセキュリティセンターだったりがいるんですが、ここで、Azure Sentinel 側だったり、まあ、M365 側だったりが、ちゃんと、アラートに関して、人は介在せずに、まあ、機械学習なども含めて、検知と対応が自動化できれば、負荷の増大って、まあ、少なくすることができますよね。っていうのが今のアプローチです。で、そのための、その Azure Sentinel です。で、まあ、Azure Sentinel の下に、各ログの出場所、一番下の細かいもの、全部、マイクロソフトの各プロダクトなんですけど、全部管理ポータル別々です。で、ただし、それを、M365 のセキュリティセンターに集約して、Azure Sentinel に上げることもできれば、Azure のセキュリティセンター側からの、連携もできれば、みたいな形で、最上位に持ってくる、ネクストジェネレーションのシームですっていうところを歌っています。シーム、セキュリティインフォーメーションイベントマネジメント、ちょっと Azure と名が付いていますが、Azure 自体は、そこの黒い四角い箱のマイクロソフトロゴが入っているほんの一部、あとは、まあ、他社のクラウドもオンプレも全部含んで、ここで、ログを集約しましょうというお話です。全体像を書くとこんな感じで、マイクロソフトのプロダクト、各プロダクトもあれば、サードパーティーのソリューションもあれば、オンプレもあれば、デバイス、モバイルもあればみたいなところから、ログなり、アラートなり、連携しましょう。そして、脅威を検知して、それを、ビジュアライズや分析して、で、さらに、自動対処しましょうというお話です。で、センチネル、データ入れて、ダッシュボード開くと、結構いろいろ、作り込みなしで、デフォルトで、いろんなダッシュボードがあります。で、例えば、Azure AD のところ、ちょっとちっちゃいですが、どのアプリケーションからサインインありましたかとか、どの地域から、US なのか、JP なのか、別の国なのか、ありましたかみたいなのも、パッと、分かるようになっています。で、サードパーティーベンダーさんの、ダッシュボードもちゃんと用意されています。で、どうやってデータ集めるのっていうと、センチネルを開くとすぐにですね、データコネクター、何のデータと連携しますかっていうのが出てくるんですね。で、ちょっと、ABC 順で並んじゃってるんで、Azure ディレクトリーとか、Azure って文字列が最初に入ってきちゃうんですが、Azure 以外も、この下にダーッと、設定され、表示されてきます。で、例えば、シスコさんの ASA とか、バラクーダさんとか、そういう、パートナー様の、製品もあります。もちろん、他社クラウド、AWS の、クラウドトレイルのコネクタなんかもあったりします。で、こうやって、コネクタから、データ集めてきたものは、アラートを上げるように、脅威の検出ができます。Azure のセキュリティセンターからの直アラートもそうですし、先ほど、福原が、ログアナリティクスでクエリかけるって言ってましたが、ログアナリティクスが、センチネルの配下にいますので、ログアナリティクスの UI から、間違えました。センチネルの UI からログアナリティクスに対して、クエリかけてアラートとすることもできます。あとは、機械学習モデル、ビルトインで入っていますので、それらを使うことが可能です。で、そのクエリに関してですね、先ほど福原がなんかクエリ投げるよ、で、自動生成とかもされるよって言ってたんですが、こちらも、どういうクエリ投げるよというのを、一から手組みでやらなくてもですね、セキュリティ専門家が作成した、脅威検知のロジックが、
GitHub にですね、置いてあるんですね。で、これ、クエリのところだけじゃなくて、後に出てくるような、じゃあアラート上がった後の後続処理どうすんねんみたいなものに関しても、増え続けています。ので、こちらの、GitHub の、Azure Sentinel のところは、ちょっと定期的に見ていただけると役に立つと思います。で、組み込みの、マシンラーニングのモデルですね。今、例えば、ジオロケーションの、アノマリーディテクション、先ほど言ったような地域によるもの、私、普段東京にしかいません。行っても本社のあるシアトルぐらいです。そんな、例えば私の ID が、なんだか知らないけど、ブラジルからログイン形跡あるぞとか、なんで南アフリカからあんねん、しかも不審な時間帯に、みたいなものを検知することができます。で、あと、そういう組み込みのもの以外に、複数の、エンジン、複数の、エンジンで検出したアラートの相関を取ることができます。で、ここ例に挙げているのが、例えば、O365 メールボックス、例えば私のメールボックスに、なんだか知らないけど、日本にいる私以外になぜかアメリカからもあれば中国からもあればなんてことになったらもう一発で怪しいっていうものを上げることができるとか、そういう他のプロダクトとの連携ですねっていうものも提供しております。で、上がったアラートはケースとして扱うことができます。チケット管理システム的なものが備わっています。上がったアラートを、どの担当をつけて、例えば私がじゃあそのチケットのオーナーになって調査開始っていうステータスにして、で、調べ終わって、どういう内容でしたっていうテキストを入力してクローズする。で、今までどういうその管理してきましたかっていうのをこのチケットで例えば監査証跡として使うことが可能です。で、上がったアラートについて、ビジュアライズしてすることが可能になっています。どういうユーザーが、何の端末からどんなことやったんだっけっていうのをポチポチやっていくとドリルダウンしてみることができます。ちょっと時間が押しているので、細かいお話は、ちょっとカットします。で、クエリに関しても投げたものを可視化することもできますし、可視化したものをさらにポチポチやると、ドリルダウンしてくれます。で、これもさっき福原が自動的にクエリ入ってくれるって言いましたが、その機能みたいな感じで、だんだん範囲を細かくなるようなクエリを投げてくれます。あとはですね、Azure の Jupyter ノートブックのサービスと連携することができます。これ自体は例えば線形回帰だったり、機械学習アルゴリズムを動かしたりして、さらなる分析をすることですね。センチネル側でアラートが上がりました。じゃあ、もっと細かい情報だったり、関連のログから得られるものって何だろうっていう分析にをノートブック側に回す。という二段構成です。なのでこちらはどちらかというと自動アラートというよりも調査用に使う機能です。で、検知した内容をじゃあ自動修正するだったり、後続処理に回すのをどうしたらいいのっていうと、プレイブックロジックアップですねの機能と連携することができます。どういうことかっていうと、アラートをトリガーとしてロジックアップ走ります。で、ロジックアップ自体はそのトリガーに対して、じゃあ、O365 からメール出しましょうとか、スラックに投げましょうとか、ノンコーディングでポチポチやるだけで、ワークフローを作ることができるサービスですね。で、ここに書かれているのは、アラート上がったら、外部の、チケット管理サービスにチケット発行して、で、なんかそのアラートの原因となっている、なんか変なユーザーが、変な IP アドレスのとこから来てるんだけどってメール出します。で、もし管理者がそれをじゃあ、ロックかけた方がいいねってなったら、その後ロックかけてアクセス元はブラックリスト化するみたいな、流れが、ここにサンプルとして組まれている内容になります。
で、Azure のセキュリティに関しては、Azure も、含んだ IT 環境のセキュリティに関しては、今、多層防御が主流になっています。で、多層防御でやること、いろんな階層のレイヤーがあり、いろんなログが出します。で、それらを、センチネルでまとめて、で、検知して、自動的なネクストアクションを取るというところに持っていければ理想だと思います。で、そのための、エコシステムですね、こちらもパートナー様の製品、順次対応していっておりますので、どんどん使っていっていただければと思います。あとは、マーケットプレイス、Azure のマーケットプレイスですね、パートナー様の製品を置いてありますので、こちらを連携させていってください。で、最後まとめです。ポリシーには、いろんな基準も取り込んでください。ヒントとなるものは、政府の調達基準や PCI DSS だけでなく、たくさんドキュメントにあると思います。で、ログの分析可視化をセンチネルで、始めてください。で、アラートに関しては、ちゃんとケースとして管理をしましょう。これちゃんと監査対応、証跡として使うことができます。で、プレイブックと連携させるなりの後続処理をどんどん行ってください。そして最後に、Azure の範囲に限らないリスク管理というのは行ってください。一番最初のガバナンスでの、リスクの戦略にここで戻ってまいります。ここから先は先ほどのマイクロソフトラインやアーキテクチャセンターの紹介ですので、以上で私のお話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。最初に述べさせていただいた通り、やはりガバナンス、セキュリティといったところ、クラウドがどんどん今後増えていくことを考えていくと、当然そのオンプレミス側も一定数リソースが残っていくとは思うんですけれども、当然そのオンプレミスに時間を含めて、こういったクラウドベースの考え方でインフラちゃんと整えていかないと、いろんなセキュリティのインシデントであったりとか、コストの最適化があったりだったりとか、そういったところが難しくなっていく時代にもう突入しているかなというふうに思っていますと。で、今日は40分3本、それぞれ比較的概要に近い形でまとめさせていただいたんですが、今後は継続してですね、それぞれトピックにしたウェビナーであったりですとか、今日みたいな形のセミナーであったりですとか、いろんな形で、今後情報発信、強めていこうと思っておりますので、ぜひご興味ありましたら、また継続的に弊社のイベント情報とチェックいただいて、ご参加いただければと思っております。というところで、以上ですね。ちょっと詰め込み気味にて恐縮ではあるんですけども、本日イベント、セッションの参加の方ありがとうございました。以上で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。